シャキーン。どうも、ドクター森野です、本日これからですね、ご紹介しますのは実は先日ですね、先日昨日ですかね、なんかこう寝不足すぎてちょっとよく分かんなくなってきてますけれども、昨日ですね、4月5日にですね、ミニストップ幕張ベイパーク店、こちらが、オープンしました。はじめはですね、クロス&タワーレジデンス幕張ベイパークですね、こちら、真っ暗い状態から始まりまして、3月23日ですかねから、徐々にこう入居が始まって、私も3月22日から順次入居が始まりまして、私も帰宅の途中ですね、真っ暗な状態からポツリポツリとこう火が灯されですね、それが徐々にこう増えていって、おーっという感慨深く見ているんですけれども、いよいよですね、地上に新しくお店がオープンしたということで早速行ってまいりました。4月5日の金曜日朝7時からオープンということですね、私も始発に乗って乗り込んだんですね。そうしましたらですね、まず業者の人がたくさんいて、当たり前ですけど準備してるわけですよね。私も普通のスーツ、こいつを着て行きましたら、完全でライバル業者の偵察だと思われて少し警戒し気味にこっちを見てくるわけですね。ちょっと待ってよと、僕だけだよこんな早く並んで待ってるのという気持ちに相反するようなですね視線を向けられたんですが、そうしましたらマンションマニアさんも来ていただいて、そしたらなんとその後にですね、幕張ベイタウンから、ベイパークの方にご転居されたという方々がお声をかけていただきまして、見てますよというふうにおっしゃっていただいて、さすがに私もこの日は朝早かったのでですね、そういうお声をかけていただいて非常にこう嬉しかったんですね。ありがとうございました、あの時のお客様で、待つことですね、大体確か6時53分ぐらいなんですけど、もうフライングでですねオープンしていただきまして、で入ったんですけれども、非常にですね品揃えも豊富ですごく広かったですね。コンビニにしてはびっくりするぐらい広かった、はい、そうですね。でやっぱりイオンと同じ系列ということがあって、ただのコンビニだけじゃなくて、こうなんていうか惣菜っていうか、そうなんですよ、オリジン的なものもあったりですね、非常に売ってるものも豊富ですよね。店内で握ってるおにぎりもあって美味しかったです、はい、そうですね。ですので働かれている方も多くいらっしゃると思いますので、今日ちょっと自炊するの疲れたなという時にですね使っていただきやすい、そういったコンビニエンスストアですね。でイートインコーナーも26席と多くですね、一部の席にはコンセントもありますから、携帯とかですねタブレット、こちらを充電しながら腹ごしらえもしていただけます。1点ご注意いただきたいのがですね、お刺身おじさんがですねアルコールを飲もうとされたんですけども、本当に知らなかったね。アルコールはダメですね。コンビニのイートインで酒飲んだらダメ。それは別にミニストップに限らず、例外があるのか知らないですけど基本ダメですよ。普通に開けようとしたんで、いやちょっとお刺身おじさんそれまずいじゃないですかって。出来上がったら大変なことになっちゃうんですね。あと声が居酒屋みたいに張っちゃうんですね。イートインコーナーだから少し静かに食べた方がいいじゃないですか。そうですよね。居酒屋だと思っちゃってるんですよね。立ち飲みじゃないんだからっていう。うん、そこはさすがのお刺身おじさんだっていうところですね。ただ、私チューハイおごっていただいたんで、あまりこう悪いことは言えないかなって。帰り飲んだって結局。そうですね、いただきました。いやでも良かったですね、美味しい、ね、結構やっぱり素敵だなと思ったのが、はい、ベイタウンの方ももちろん来られてましたし、主はベイパークの方も結構来られてお声掛けもいただいたんですけど、みんなやっぱ楽しそうでしたね、はい、あ、そうですね、新しい街ができるってこういうことだなってみんなワクワクで、はい、旗から見たらコンビニ一つで何楽しんでんだよって思うかもしれないですけど、うん、それが結構コミュニティにもなってきますからね、そうですね、一から見れるっていうのは、はい、
だから非常になんか10年前とかの武蔵小杉とか東京の漫画を思い出しますよね、はい、まあ自分もやっぱ正直旗から見て、はい、なんでコンビニ一つで喜んでんだろうってやっぱ漫画とかもあったじゃないですか、はい、スーパー一つでとかでもそうじゃなくてやっぱりそれが一つのコミュニティになってくるっていう楽しいじゃないですか、はい、一から知れる、はい、だから結構夜も行ったんですけど、はい、みんなで、はい結構5、6分の声かけていただきましたよね。そうですね。合計すると。はい。で、面白かったのが、そのミニストップの、多分イオンの方ですかね。はい。ブログ見てます。またありがたいことです。はい。非常に。朝もスカイグランドタワーの方を見てですね、はい、イオンの方々が、いや、あの上とかにプールあるのかなとかっておっしゃったんですよね。プールはちょっとないですね。って、はい、お伝えしておいたので、もしプールが欲しいということであれば、ワンマニーありますので、ぜひ紹介したいなと思いながら話を聞いていたんですけど、はい。いいですよね。イオンの人、そこ本社だから、買ったらね、まあ、いいですよね。非常に。いやー、で、4月の10日に、はい、イオンスタイルとかいよいよ、ダイソーとか銚子丸、はい、ソフトオープンで、一応ソフトオープンって何だろうってことで調べてみたんですけど、はい、まあ、イオン系はプレオープンじゃなくてソフトオープンって言葉を使っているらしくて、別になんか地元の人じゃなきゃ入れないってわけではないみたいです。一般は開放するんだけども、ただ宣伝はしてないっていう感じですね、はい、だからまあ不慣れでも許してちょうだいね的な感じですかね。まあお互いの調整じゃないです。で、ブランドオープンが4月13、だからホームページとかでは4月13って歌ってます。ただ現地看板見に行くと4月10日ソフトオープンなんで、一応ホームページ見る限りは入れます、地元以外の方もですね、はい。で、もちろん我々も開幕会のお店がありますので、はい、行きます。そうですね。ドクター萌野さんに会いたいという方はですね、4月10日。で、4月10日はちょっとイベントがないので、なかなか会えないかもしれない。4月13日はですね、はい、公園のところで、餅つきイベントとかがあるんですね。はい、で、13日の13時に、公園、中央の公園、はい、真ん中の、来ていただければ、はい、ドクター森野さんに確実に会えます。で、餅つきコーナーにいる予定です。で、私が喉に詰まらせてしまう救急搬送みたいな。餅気をつけないですね。そうですね。そしたら森野体操で落とすしかないですね。ここダイソンで引っ張ってくれれば。餅つきイベント行きます、はい、やりますので。餅つきイベントはなんか一人一つドリンクなんか持ってきてくださいって書いてます、ね、あ、だからこれ持ってきますね。朝のヨーペカリスキンセン、これ向かいのお店で売ってますんで。これでいいですね。はい、ぜひ皆さんも腸内環境を整えてください。はい、楽しみですね、はい、非常に。そうですね、はい、銚子丸も早く食べたい。ですね、なので私も本来10日は天休日なんですけど、はい、まあ、自分の健康とですね、はい、娘の体調が悪くなければ、はい、ぜひちょっと連れて、はい、見てみたいなとは思ってます。そうですね、はい、ソフトオープン、はい、でグランドオープンもますますですね、発展していきますので、はい、目が離せないですね。そうですね、はい、まあ、いきなりオープンが土曜日ですのでね、はい、まあ、当日は、まあ、結構いらっしゃるんじゃないですか。コンビニどちらって行って並ぶでしょうね。そうでしょうね。メーカーの方々含めて、はい、いやー絶対楽しいですよ。なんか見てて楽しいですもん。そうですね。徐々に出来上がっていくと。2頭目我々買ったってブログでお伝えしたんですけど、住みたくなってきます、ね。なってきますよね。はい、借りますか。社宅として。ちょっと住みたくなってきますよね。なってきましたね。はい、で2頭目だとスポーツジムできたり。スポーツバーできたり、クリニックモールも、クリニックモールでかいですよね。大きいですね。はい、いやー目が離せないですね。そうですね。幕張ベイパークから目が離せない。我々も本当幕張でお店出してどんどん好きになってますよね。そうですね。やっぱりこう徐々に徐々にこう何かでき始めると、はい、それまで、ね、気にはなったけど、まああんまりなっていう人も。
やっぱ関心がこう出てくるんじゃないかなと思うんですよね。実物ができないとなかなかみんな注目してくれないですから、ね、はい、でベイパークができてからよりベイタウンも好きになってきましたね。またその違いが面白いですよね。そうですね。ベイタウンの、あのやっぱり独特の雰囲気あるじゃないですか、はいはい、となんかちょっと今時のベイパークのあの差がまた逆に面白くて、そうですね、ベイタウンまた人気でいいんじゃないかな思いますね、はい、面白いですよ ね、 そうですね、着てみるとっていう、私の友達も先日あの他のようで、はい、あの花品ばかり来たんですけど、はい、こういう場所だと思わなかったっていう、はい、それがまたいいんじゃないかなと。で我々の師匠である某 YouTuber さんも花品ばかりが本拠地ですよね。某 YouTuber いつかご紹介して、ご紹介したらちょっともあれですけど、ぜひコラボしていただきたいっていう、あの我々の師匠がいるんですね、はい、ちょっとまだ許可いただいてないんで名前出せないんですけども、はい、そうですね、あの本当にですね、もうすごい方、すごい方で、で、まあ、花品ばかりに住まわれてます、はい、でやっぱりこの街を選んだ方らしい、優しい、ね、すごいいい方です、本当に、はい、我々の、まあ、YouTube の師匠であるんですけど、いつかですねいつかコラボしていただければなって思ってます、はい、思ってます、はい、非常に面白いですねなんかそれ幕張で撮影してるんですけど、はい、海外みたいなんですね、そうなんです、言われなかったら分かんないぐらいの、これ日本じゃないんじゃないかっていう、そう、本当にそうです、本当にそうです、いつかちゃんとご紹介、あのコラボできたら嬉しいです、そうですね、その時はソフトオープンも含めていやちょっとレベルが高すぎて、高すぎてもまだまだなんかあれですけど、はい、ちょっと我々も成長したらコラボしていきたいなと思うので、はい、ぜひぜひ、ね、皆様にお願いあるんですけど、チャンネル登録お願いします、はい、あ、チャンネル登録、はい、あのやっぱりその方にこう、はい、納得していただくにはですね、やっぱチャンネル登録するってのは重要なので、重要になります、ぜひぜひ本当にお願いします、はい、いい情報届けますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。4月13日マッカリベイパークにてドクターモレノさんと握手サイン考えるんですよ。ちなみに自分サインあるんですよ。いや、あの、で、これマンションマニアになったからサイン持ってるんじゃなくて、自分中学の時から自分のサインあるんですよ。声優さん目指してたので、あの音痴だってことに気づいて諦めたんですよ。いやいや、声優さんを目指してたので、だからたまになんかこうアフレコみたいな声やるじゃないですか。はい、それが結構練習してた。あ、練習して。そうなんです。いや、あの、非常に声が、声に特徴があるというか、あの私見てても、はい、はい、変えるっていう、ちょっとやってみますか、じゃあ森野さんが、じゃあなんか僕と握手のやつやりますか、はい、海浜ばかりで僕と握手こんな感じ、こんな感じ一緒に弱に通います、ヨギアニメーション遅咲きのデビューを目指して本当にその声優さん目指した時があって、はい、サインをもう持ってる、マンションマニアとか関係なく、はい、ご自身のご自身、あのブレイクしたらこれを書くんだ、書くんだ、はい、本当たまにですけど、はい、あの相談様に欲しいって言われた時はそれを書いて、マンションマニア全然関係ない、かっこいい、はい、森野さん、1000円で言ってます。1000円払うぐらいが。大丈夫ですか？いや、本当に4月13日、ぜひ来てください。はい、記念すべき。直前だったらまた SNS でも、はい、あの、ちゃんと告知できればなと思うんですけども。はい、そうですね、はい。まずはソフトオープンの様子を、はい、SNS とか動画でアップしますので、まずそこちょっとお待ちください。はい、お待ちください。はい。ありがとうございます。はい。ではでは、皆さん、マクハリベイパーク、徐々にですね、とってもハートフルなエリアとなりつつあります。本当ハートフルですよね、はい、この楽しみをですね、ぜひあの共有できる方が一人でもあの増えていければなというふうに思います、はい、では、皆さん今夜もお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。3本撮りですから、21時過ぎてますよ。そうですね。やっぱ働き方改革の時代に皆さん無理しないでくださいね。はい。仕事は。そうですね。はい。それでは、皆さんまたお会いしましょう。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン。ちなみに、イオンスタイルにもパン屋さんが入るそうです。お刺身、お刺身おじさん情報でした。刺身ってあるんですかまたねー。海浜幕張で僕と握手。